弊社はサーバーなど富士通の主力製品を製造する基幹工場です。ものづくりの現場は高品質、高い生産性が常に求められます。また市場ニーズの多様化で多品種少量生産への対応が必須です。そこで生産革新活動に継続的に取り組んでいます。その一つが倉庫を含む工場内の動線の最適化です。倉庫には部品が約3000種類あります。製造に必要な部品を集めるときは出庫する部品のタダ版などの情報が印字された出庫チケットを見て倉庫を回ります。回る棚は常に変わりますし、回数も毎回違います。ところが出庫チケットは効率よく回れる順番に並んでいないので、出庫作業にかかる時間は作業者の経験によって大きな差がありました。生産性を上げる施策検討の中でデジタルアニーラが組み合わせ最適化問題を解決する計算に強いと聞きました。それで倉庫作業での動線最適化が実現できると思い採用しました。システム的には従来のチケットを発行する仕組みにデジタルアニーラのクラウドサーバーを加えるだけです。部品棚の配置情報を送るだけで誰でも最も効率よく回れる順番に棚の番号を瞬時に並び替えることができました。これによって部品を集める移動距離が月あたり 20% 短縮できました。現在ではタブレット上に部品を集める経路を表示して誰でも効率よく作業ができるように進化させています。棚の位置も最適化すると最大で月 45% まで移動距離を短縮できます。デジタルアニーラは従来の仕組みを変えずに導入でき、効果も確認できました。今後は製造ラインに投入する製品順序の最適化など他の業務の生産性向上にも活用できると考えています。